さて始めましょうか。ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルド続きです。というか、申し訳ないんですが、前回録画した分失敗しちゃいまして、お話がちょっと先に進んでおります。というか、ここでのんきに過ごしております。自宅でのんきに過ごしているんですけども、前回ですね、ユンボートで会って、族長のところに戻って、で族長からまたユンボーに伝言を頼まれましてですね、オルディン橋とかいうところに行ったりしたんですよ。ちょっとまず着替えないとゴロンシティに向かえないんですけど、よいしょ、これでコロンシティに向かえるんですが、ユンボーにところに行ってルーダニアを、まあ、追い払うっていうのが族長の仕事だったらしいんですけど、ユンボーにお願いしてルーダニアに乗りたいということを伝えたんですよね。ああ、そう、ルーダニアに乗りたいっていうことを伝えたら、ルーダニアのところまで案内してくださってくれたんですけどね、ユンボーが。で、そこを録画してたんですが、私が OSB の使い方がよく分かってないやつで、ゲーム音を大きくしようと試みたところ、音が割れてしまいまして、どうにか編集でどうにかならんかと頑張ってみたんですけども、私の技術でそんなことは無理と。で、まあ、ユンボーのおかげで、ここ、ルーダニアのところまでたどり着きました。で、ここでせっかくダルケルさんの声をお聞きした、したりしたのに、せっかく聞いたの、ラドケル様の声が聞けたのに、何言ってるか全然わかんなくなって、もう先に進まなきゃっていうのと、うまくいかなかったこととって頭がごっちゃになっております。まあそんなこんなですいません、間飛んですでにルーダニアの中に入ろうとしております。ユンボーとの旅可愛かったんですけどね、すいません、動画にできなくて、音割れあんまりにも激しかったんで、これはちょっと編集してアップロードまでしたものの、これはあまりにも聞き苦しいなと思って、もう新たに、続きから録画しようと、諦めようということでルーダニアの中に入ります。ちなみに、そう、私ルーダニアの中入るのにさ、弓も何も矢も何もなくて、矢とかちゃんと準備したかな。爆弾矢は使えない。普通の弓に装備に変えて、まあ氷の矢がこれだけあればいいかな。弓がちょっと何気にここら辺はやぶさの矢とか使いたいけど使えないんすね。ちょっと燃えない弓っていうのがあればよかったんだけど、ちょっと装備とか食事とかどうかな。まあちょっと不安はありますが、なんとかいけるかな。よし、なんか真っ暗になりましたよ。わー、どういうこと。暗いなぁ、いらん。
なんかいるのかな、必要なのかな、こういうのが。それらしい武器。どうしよう。これ便利だから捨てたくないけど、まあいいか、しょうがない。もしかして松明がいるのかな。あ、いっぱいいるんだ。ああ、松明。はい。他に捨てられるような武器、ない。なんか知らんけど、あ、そう、あれの、祠で、何でしたっけ。注意とか極意とか、あれってなんだっけ、これでいいのかな。松明で死ぬな。あ、なんか暗いとめんどくさいな。あ、これまた開けるために松明消さないといけないじゃん。どっかここ火つけるとこないんかい。あった。開いた。火つけてもあんまり明るくなってこないよな。何今度は。やった、弓だ。よいしょ。あ、あった。おお、よかった。シーカーストーン認証、マップを登録します。よし、マップゲットしたら明るくなってくないかな。このマップあったって、この暗闇の中じゃなかなか。心中操作が使えるようになりました。はーい、オッケー。ダルケル様、明かりつけてください。心中のマップを手に入れたな。はい、電気のつけ方はどうすればいいんでしょう。マップをよく見な。光っている印が心中バ・ルーダニアを制御する端末だ。はいはい。ルーダニアを取り戻すためには制御端末を全部起動させなきゃいけねえ。はい、託したぜ相棒。託されたぜ相棒。おお、明るくなった。よかった、よかった。松明いらねえ。ここにはもう何もないのか。ということはどこかにあのデカニンニクみたいなのもあるっていうことだよな。あれが最後のなんたらかんたら。あ、操作方法がわかりません。実行。おお、リンク落ちる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 。こういうことですか。でもさ、どっか閉じ込められたんじゃない、これ。ということは、リファーの祈り、いつでも使えるよ。
私ミハーの祈りいつ使ったんだろう。覚えてねえぜ。あの部屋に閉じ込められさえしなければなんとかなるんじゃないか。違う。壁じゃねえな。そこ飛べるのか。飛べる気がしない。こういう時慎重に、妙に慎重になる。そうじゃなくて、これ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 、これに乗りさえすりゃどうにかなるんじゃないんだろうか。なんじゃこりゃ。あ、汚れ除去。よいしょ。あ、家の汚れもこんな風に綺麗になってくんないかな。端末、1個目の端末、シーカーストーン確認しました。残りの制御端末はあと4個。その調子だ、相棒。かなりうろちょろしてますけどね。すいませんね。とりあえず地図見て。今どこ？あ、氷の矢、やった。さあ、あとはちょっとぼちぼちとやっていきますので、端末を見つけたところで録画を始め。だってもうそれまでうろちょろしてる時私喋らないもん。喋れないもん。こっからなんか弾落とせってか。弾がどこにあるかもわからへんねん。どうしようかな。まあそういうことで、ルーダニアの中ちょろちょろして、端末を見つけたら録画をしての繰り返し。まあ編集をめんどくさがろうとしている。楽にしようとしている私の根性で。やっていこうと思います。はい、2個目の端末見つけました。おーい。上の方にね、松明で火をつけるとこがあるんだけど、あれどうやって。残りの制御端末はあと3個。よーし、急ごうぜ。その残り3個がすごい大変そうなんすよ、ダルケル様。なんでここだけ火ついてくんないんだよ。よー、ふっくりいけい。何もなかったか。あ、宝箱落ちてきたぜ。ここなんか宝箱いっぱいあるじゃあ嬉しい。で、古代の歯車とか結構増えるんで。あ、ちなみにこの扉マグネキャッチで開けてきました。分かるようになってました。では次探し行きます。3つ目の端末をどこかに見つけたはずなんですけど、あ、元に戻さないとダメっぽい。よいしょ。なんかこう、ここですね。はい、3つ目の端末です。シーカーストーンを確認しました。残りの制御端末はあと2個。もう少しだな、のような気がするんですけど、なんかすごく遠い気もします。
ダルケル様、あ、止まってく日止まってくれた、よかった。これが出てきてくれたおかげで、これなんか他使いようないかな、ないかなってか、ここ通らないよね、これ。あ、出口、入り口、出口塞いでどうする。見え、あ、閉じ込められちゃった。どうしよう、あ、出れるか。3つ目だっけ4つ目だっけはーい、シーカーストーン確認しました。残りの制御端末はあと1個、あと1個だ、あと1個だ、あと1個が悩みの種なんだよな。さて、上の方に松明で火をつけなきゃいけないところがあるんだけど、どうもそこから玉が取れるらしいんだけど、これ松明、方向的に言うとこっちにあるんすよね。こっち、あ、この下かな、あ、あそこだ、あれだあれだ、あったあった、あれでもしかしてこのまま行けるとかいうことはないような、あるような、つけられない、あ、ここでフーダニアを元に戻せば、あ、火ついた、あ、変なところでついたあ、これで、これで、これで、あ、玉が今転がっていった。これで、あ、松明持ってたら焼ける。はい。これで、どうすればいいんだ？下に戻ればいいんだよね。おや、玉どこ行った、ここに来てくれてなきゃ困るんだけどな。あれ、もう一回ここでルーダニアをこっちに倒す、でここで立つ、たら玉が転がってこないかな。あ、来た、やったー。あ、で、多分これが蓋してるんだな、これ、マグネキャッチでこれを引き上げると、どうした、あ、勝手に落ちた、あ、勝手に落ちているやだー、もう落ちる寸前ところを見れなかったじゃないか。んで、どこに端末があるの、端末、あったー、やったー、これで最後の端末。うん。よし、ということは、あとはカースガノンか。シーカーストーン確定しました。制御端末はこれで全部だ、はい。メイン制御装置を起動させられるようになったぜ。やったぜ。マップをよく見な。新しく光っている大きな印があるはずだ。そこへ向かえ。はいはい。大きなニンニク。気を抜くなよ、相棒。オッケー。カースガノンにだと戦わなければならなくなるはずなんだけど、ここはどこ？ここはどこ？よこしょ、よこしょ。
こで、はい、巨大ニンニクにて、さあどうなりますことやら。多分私無言で黙々と戦い続けることになると思いますが、申し訳ございません。よっこいしょ。そこ考えると実況者の人たちってよくやってるよな。すごいよな、喋りながら戦えるんだもんな。出てくるぞカズラの、うん、あまりにもティアキンのあの正気がまのまがまがしさを覚えてるから、このピンク色はなんとなく軽く感じるんだよな。出たなーカースガノン、おう、おう、炎のカースガノン、この髪の感じ。そいつはガノンが作った化け物だ。100年前、俺は不覚を取っちまったが、おめえならきっと。さあ、やっちまいな、相棒。やつの体験に気をつけな。あ、食いもん食うの忘れとった。よいしょ。炎を出すな。ああ、炎の様に注意しろ。これはやばいぜ。そうなんだ。氷が効かないってか。そうか。もう一回これいけー。おー、あったやったーって、なんかちょっと楽じゃない。さすがガノンドロフと戦ったんですよ。さすがのことだね。っていうかライネルの方が強いぞ。最後だけはすんげえ派手に死んでたな。よし、ダルケル様にお会いできますぞ。ダルケル様、お姿を見たいでござ、あ、やったー、ハートだー。
もう近頃頑張りゲージ上げるの必死で、ちょっとハート上げてなかったから嬉しいね。さてゴロンシティ終わったってことはどこに、あ、ハート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 、次はリトの村か。でもな、ルージュ様にも早くお会いしたいんだよな。でもルージュ様、あ、やっぱ楽しみにしとこうかな。メイン制御装置を起動すると神獣内部に戻れなくなります。あ、もういいよ。うん、本当に起動させますか。はい。おお、巨大ニンニクが動き始めた。やったな、相棒。あ、かっこいい。そうなんだよ、かっこいいな、タルケル様の、というかこのゴロン族の、おめえのおかげで俺の魂も解放された。はい、ありがとうよ。どういたしまして。しかし面目ねえ、うん、俺はハイラルを守ることもできずやられちまって、挙句おめえにえらい苦労をかけてよ。でもよ、ルーダニアもこの通り取り戻せた。これで100年前の仕事だけはきっちり果たせそうだ。うん、俺はこれからこいつを動かしてガノンの野郎を狙いに行くぜ。おめえがあの城で奴と戦うとき、すげえ一発を打ち込んでやる。それから俺の力、ダルケルの守りをおめえにやるよ。魂になった今の俺にはもう使えねえからな。役立ててくれ。ありがとうございます。おう、の守りがあって、ダルケルの守りがあって、忘れるなよ。これからのおめえには俺の守りの力が共にあるってことをな。うん、大丈夫、ユンボウもいるから。じゃあ行きな、相棒。姫さんを頼んだぜ。大丈夫、ユンボウがいるから。そのうちユン社長になってさらに助けてくれるんだもん。ダルケル様の子孫だったよな。なんか似てるような似てないような。さあ、ルーダニアも終わりました。さあ、リドの村のマップはもう開放しちゃってんだよね。さあ、そうだ、あれを、思い出を見に行かなきゃ。ルーダニアだ。怖い。怖い怖い。もう少しデザイン考えてくれなかったかな、シーカードの方は。奴と戦うとき、このルーダニアのどでかい一撃をガノンにお見舞いするって寸法だ。100年ぶりのハイラルか。悪かねえ景色だ。どうやら我がふるさとも健在みてえだな。大厄災の後、ゴロン族はどうなったかね。みんな無事で元気ならいいんだ。うん、子孫だよ。本当に悪かねえ景色だ。うん、
タルケルの守りいただきました。ありがとうございます。こんなとこから突然現れてびっくりしたろ。さあちょっと呼んぼう。お、いや、いや、君ルーダニアを沈めてくれてありがとう。ゴロ、君がルーダニアの中で何をしたのか知らないけど、あいつすっかりおとなしくなっちゃったゴロよ。あのね、さっき僕ルーダニアの上に立つダルケル様を見たんだよ。うん、本物だよ。あれは幻だったのかな。いやいや、本物だよ。うん、まあ半分も幻だけどね。いや、でもなんだか少し勇気が湧いてきたから、うん、強くなっておくれユンボ。あ、そうだ、組長に君のこと話したら連れてこいって言われたから。おーい、組長の命令は絶対ごろ、早く来るから。あーよ、組長、組長どこだっけ。おお、 あそこだ。ね、もっといろいろと街の中も見てみたいけど、ちょっと思い出の方も追いついてないので、思い出行きます。あ、その前にブルドーさんに話をつける。おお、あんたユンボーから聞いてるぜ。あんたすげえな。すげえよルーダニを黙らせたんだって、大したもんだぜ。はい、あ、思ったよりカースガノン強くないんだもん。全く腰痛も治ってきて、今からルーダニアを潰しに行こうと思っていた矢先に、おお、カースガノンもやっつけたぜ。カースガノンはだいたい対抗する矢、炎なら氷みたいなのを持っておくと、前の時はルッタの時は水だったから雷だったでしょ。それをちょっと持っていってればなんとかなるのかなって感じだ。でもリトの村とあっち、あのルージュ様のところは何持っていけばいいんだろうこれじゃあ俺がケビを使ってたみたい。いや、そんなことはそんなことはない。もう腰痛持ちはもうね、なんていう、痛い時以外も腰痛持ちだから、ね、もう腰痛を起こさないように気をつけることが人生においての大半を占めるというまあなるんで、うん、それはね、ケビをはなる、一生が腰痛よ元気いいね、ブルドーさん。ユンボーも どことなくしっかり しやがった。あんたのおかげだよ。うん、ユンボーはもっとこれからもっともっと強くなるよ。ちょっと一回ぐれるけどね。それにしても、見てみろい。真珠、バルーダニアもおとなしくなっちまって、ざまあねえな。うん、今、ダルケル様が使ってるからね。これでまたデスマウンテン近くの鉱石を採掘できるってもんだぜ。あ、頑張ってください。それはいりません。そう、あんたに礼しなくっちゃな。はい、ありがとうございます。何がいただけるんでしょう。よかったら家の中にある宝を持っていってくれ。あ、それはありがとうございます。どうも、でもダルケル様が使っていた特別な技物だから、きっとあんたの役に立つと思うぜ。ほーい、それでは。しかしなんだ、はい、あんたハイリア人なら知ってっかもしれねえが、100年前のハイリアの英傑様も大魔の剣とかいう剣を持ってたらしいな。はい、それはそうと、あんたもなかなかの技物を持ってんな。はい、これが大魔の剣です。
まるでダルケル様と共に薬剤ガノンと戦ったハイリアの英傑様だぜ。英傑様のようだぜ。日本人です。ああ、ブルドーさんには最後まで気がついてもらえないということでございましょうな。コンプリート。熱ってなんか、あ、かわいい、きれいな姉ちゃんが。真珠、バルーダニアもおとなしくなって、ザマネはもういいって、もういいって、もういい。きれいな姉ちゃん、きれいな姉ちゃん、きれいな姉ちゃん、きれいな姉ちゃん。話そうぜ、サボった。こんな朝からナンパかしら。違います。そう、残念ね。あなたは？私はラメラ。見ての通り、ゲルド地方の出身よ。はい。ゴロンシティで取れる宝石を仕入れに来たの。デスマウンテンの噴火も収まったし、宝石の仕入れ再開したの。そうだ、あなたも琥珀持ってない？たくさん必要なの。10個まとめて持ってきてくれたら、おお、いいね。琥珀そんなに持ってなかったな。琥珀どれぐらいあったかな。あ、琥珀4個しかない。よし、琥珀貯めてこいよ。宝、ダルケル様の武器だね、多分。おお、巨眼クワーケー。これ難しいこと。松明持ってたな、そういや。松明いらねえ、松明してる。アガトさん。ということで、今日はこの辺りで終わろうと思います。ゴランシティを去ります。はい、ではご視聴ありがとうございました。次回続きます。次はもうちょっと早く投稿できるように頑張ろうと思います。だいぶ落ち着いてきたので、いろいろとが。もうちょっとゲーム頑張ってやりたいなと思っているんで、もうちょっと早めに投稿できるように。てか、早くプレアイ終わりたい。てか、もう一回ね、ティアキンがやりたいみたいな感じになってやってるんで、さあ。で、あとちょっとおまけで、思い出のところを見つけたら、あとつけて、くっつけておきます。それでは、また。あらあ、よくと。お、ここだと思う。あ、ここだと思うんだけど、なんかすげえあれが気になる。こっち来そうな気がする。お、やっぱり、よし。結構やれるようになったんですよ、ガーディアン相手でも。あの古代兵装矢があればの話ですけどね。これでなんとなく、ちょっと遠くにいるのは無視して、これで思い出を見ることができますね。インク、とりあえずマスターソードを抱えて、これは外して、これを握って、よし、ゴー。よし、思い出す。ちゃんと録画してるよね、私。はい。
に選ばれし、ハイラルの勇者よ。そのたゆまぬ努力と結実せし剣技を認め、女神ハイリアの名において祝福を授けん。空を舞い、時を巡り、黄昏に染まろうとも、結ばれし剣は勇者の魂と共に、さらなる力がそなたと、そして大魔の剣に宿らんことを。遥か遠き過去に生まれし、やれやれ、前途多難みてえだな。何言ってんの。お月の騎士任命の記念に太古の伝説真似てみろって林立てたのあんただろう。とはいえ、彼に対する態度に関してはあの姫と気が合いそうだよ。僕しょうがないよ。お姫様にとっちゃあいつの存在はそう、コンプレックスの象徴みたいなもんだから。リンク思い出したね。なんか髪の長いゼルダ姫もいいなと思うけど、やっぱりあのティアキンの髪の短い姫様が可愛かったよね。なんてね。